攻めそう。よし、これで予報スタートして、ちょっと待てよ待てよ待てよ。俺の家を作った、待ちください。英語こうして GoPro の時刻と音合わせ忘れないようにしないと。こうやってる間にも冷えていく。ロボ登場まであと345日。最近ニコ生の自転車配信が話題だね。ですね。今の来た、話題の方の来たですね。お待たせしました。どこで？いい、ようやく開始。よし。わ、ここゆっくり霊夢。落としながら見てます。わら。落としながら、ワールドオブタンクスですね。今いらっしゃいませっていう前に、口をついて出そうになった言葉がごちそうさま。わら、もち、焼きまんじゅう、わら、もち。もちじゃなくて、まんじゅうですね。うまそう。あれあれ。いきなりお餅きた。餅に目がないロボ。これで私は食うの3回目ですね、焼きまんじゅう。で、ちょっと待ってください。その前に、音合わせ。複雑な甘さだ。いや、すごい甘さと言っていい。ちょっと待ってくださいね。そう、これパンですね、どっちかっていうと。で、10時53分30秒。31、32、33。自転車、ちょっと待ってください。自転車の前に、まず冷える前にこれですね。じゃあ、写真撮りました。あ、確か撮りました。さっきおはようございます。どこだよ。こう。ちょ。あ、本当。あ、すみません。そう、うん。おう。聞き出した。Z さんです。ああ、危ない危ない。わらわら。ひどい。ああ、わらわら。そう。うん。あ、この甘さよりも味噌の方が強いですね。やっぱ店によって本当に味全然違うんだ。第4くらいにランクインしました。うん。Z さん。すいません、自転車よりも先にまず。Z さん、こんにちは。こっちから。スカスカでびっくりする。スカスカですよね。で、補えたらまた違うな。あ、今日は一日で走るんじゃないですか、これ。Z さんのヘルメット素敵。Z さんのヘルメット。うん。あ、そう、敷いてある紙の裏側になんか記述が書いてありますね。これ多分。ああ。なんて書いてあるの、これ。工事のお知らせ的な。中之条商工会、うん。よろしくお願い申し上げます。マウンテンバイク、そうです。あ、じゃあ、食べながら。人通らないかな、大丈夫かな。この辺私が、先週日曜日に注文して、で木曜日に受け取って、で昨日金曜夜に店にハンドル周りについていろいろ相談に行って改造してもらったマウンテンバイクです。向き合ってるかな。ちょっと上下どっちか傾きどっちがいいとかいうのがあったら教えてください。で、アルミのマウンテンバイクでサドル反応、そうなんですよね。やっぱ見てもそうなりますかね。乗ったら私確かにクロスバイクとか前乗ってたマウンテンバイクに比べたらハンドル近っと思って。クロスは壊れたの。あ、いや、クロスは生きてるんですけど、やっぱり私フロントサスの方が、1年間クロスバイク乗ってきてフロントサスあるとやっぱいいなと思ったんですよ。実家に帰って古いマウンテンバイク乗ったりすると、あ、メリダ、メリダの、トップチューブ、そうそう。トップチューブもうちょっと平たい方がいいですね。担ぎやすくなるし。あ、そうそう、人も買ってますよね。買ってますよねって何買ったんだっけ。エスケープエアーだったかな。うん。ビアンキはまだ部屋の前に置いてます。うん。フロントサス。こんなにトラベルいらないんだけど。油圧のサスペンションかな、これは。ロックショックスの。確かロックショックスが今何の下だったっけ。ディスクブレーキはですね、そんなになんかガツガツ効くってイメージはないですね。多分これもメーカーとかモデルによって違うんでしょうね。私は V ブレーキに比べてそんなに良くはないです。ビアンキはママチャリ代わりになりそうだな。うん、なんか空気圧どのくらいなの。空気圧は今入れてるのが 75PSI ですかね。
うん、雨の日は？ディスクブレーキは雨の日でも止まりやすい。ああ、なるほど。あ、それでかいな、結構。まあ雨の日はまあ走ってないけど。これが大体、タイヤ何するのは？まあディスクブレーキ周りに関しては、そのキャリア取り付けとかで大苦労しましたね、今回。木曜の夜ずっとこのキャリア取り付け試行錯誤してました。で、今なんとかついてる状態です。ただこれ、キャリアの取り付け用のダブ穴じゃない、ないみたいで、例えばこのクリアランスが、マウンテンバイクに乗せてるのに、クリアランスが小さい。もうちょっとこれ高いはず。ブリヂストンが良かった。ん？前のは、パナソニックですけどね。やっぱりあれ高いだけあって、結構いいマウンテンバイクだったんだな。まあでもこれも乗り慣れれば、全然問題なくなると思います。うん、オフロード仕様の。メリダはですね、値段的に確かに値段の割にパーツいいのが乗ってるんですよ。ん？ブリヂストン。もうグレートジャーニーみたいなツーリング専用車にすればいいから。グレートジャーニーは輪行しづらそうに見えるんですよね。ん？何町？直してくれるところたくさんあるよ。あ、それもほうほう。わかる、ありがたさ。うん。やっぱりチタンフレームのあれ直すっていうのも直せたらいいなと思いますね。あ、ことがあったら、うん、あ、いただいてます。本当にこれ全然違いますね、店によって。お昼だと全く違う。まんじゅう食べ過ぎじゃないですか。うん、私は旅行に来るとですね、なんかちょっとでも珍しいものだと全部食っちゃうんで。輪行重くなかったですか？うん、あ、輪行は、輪行はですね、重量的にそれ、重量的にはそれなりにある、それなりにあるんですけど、なんかパッキングの座りがいいのか割と楽でしたね。軽くはないけど持ちやすい。確かにそうそう。最近なんか体重はそんなに変わってないのに腹回りが妙に出始めた。じゃあどこが減ってんだ一体。うん。うん。あ、昨日のだ。ありがとうございます。フレームは、まあ、当分これ乗るでしょうね。札の湯畑に宿泊。札の荷畑から歩いて5分ぐらいかな。イオスホステルがあるんです。まあ、一遍泊まったことある。確か、そうそう。ただ、輪行の時に自転車袋を、輪行袋を担いで歩く時に結構影響があるんで、で、私はその輪行の頻度が常人の日ではないので。ん？何ボリック？カタボリック？ユースホステルってやばいの？ユースホステルやばいですよ、ユースホステル。超やばいです。うん、美味しかった。クロスバイクどうしますかね？もうマウンテンバイクで 100% こっちばっかり乗るようになるっていうのははっきりした時点で、誰かに譲るか、福岡の実家にまた持って帰るか。私は今こっちを開けて何しようとしたっけ？ネロさんも配信してるね。あ、ネロさん。あ、ん？あれ、ボトル。今私は言いましたっけ？ボトルというか、さっき、あれ待ってよ。さっき新幹線の中で、ペットボトル小さいやつ買ってきて、そのお茶を出して飲もうと思ったんですけど、あれ、どこにあったっけ？あれ？オークション。そう、本当に楽になりますよ。あれ、どこ行った？お茶。あったあった。16茶。カフェインゼロって、お茶でカフェインって普通入ってるんでしたっけ？あ、じゃあ、デカフェの16茶ってことですかね、これ。まあ。緑茶。うん。いや、私はカフェインは結構取りますよ。コーヒーとか。あと、会社で眠くてしょうがない時っていうのは、まあ大体前にそうなんですけど、一時期ですね、やたら、なんだっけ、レッドブル系のものを飲んでました。朝コーヒー、そうですね。あ、でもインスタントコーヒーです。よし。カンフル剤でカフェインは有効ですよね。有効。前大学の時に
友達があの試験勉強 であの粉末カフェイン飲んでて超効き目があって揺り返しがすごかったと言ってましたね。本当に、今日はですね、今日は草津までなんで自転車乗り換えたのはあのフロントサスなしに1年間乗ってきたけどやっぱり立ちこぎしづらくなったりいろいろ支障があったんで、こっちにするとすごく楽、また楽なんじゃないかという夢があってこれを買いました。だいたいこれ10万円ぐらいのマウンテンバイクです。定価10万オーバーで、あの買い値が10万弱ぐらいのやつ。草津駅に課長知り合いだから飯2階で食べて、やっぱりご飯食べて。草津駅の課長が知り合いだから2階で飯を食べてって聞こえたな。草津駅はないですよね。草津口はありますけど、琵琶湖沿いになりますけど。あ、そうですか。草津駅、草津駅2つある。意外と高い。亀さん、私は乗り捨てられたので。亀、あ、亀、食べるよって。まだ草津のあたりは雪残ってるだろうな。あ、雪あるんじゃないかな。今日初乗りですか。あの本格的に走るのは今日初めてです。店との往復で合計40キロぐらい乗ってるんですけどね。あ、でGPS は大丈夫かな。まあ前後ディスクブレーキだし10万くらいだよね、10万くらいでしたね。お山も登れます。あと忘れてることはないかな。コンビニと多分途中どっかありますよね。あ、最終コンビニも書いてありましたね、ルートに。あ、セーブオン、やっぱりこっちはセーブオン。じゃあお待たせしました。結局こっちに着いて1時間後に出発ですね。まあ大体こんなもんだ、いつも。今ここ来てる？あれ出てないですか今ここ。出してたと思うけどな。サスあると登りがな。ちょっと後で確認しますね。サスあると私は登りが楽になるはず。そうそう、あと結構これディスクブレーキって擦ってる音がするんですよね。こんなもんなのかな。このかすかにチッチッチッってなってるんですよ。うん、まだ上りの時が楽かどうかわからんな。調整で治るよ。あ、調整で。あ、あとこれ前ブレーキかまた。肩の軽いロードの人に引っ張ってもらいましょう。わら、吸ってる音がするって普通ではないでしょ。自転車屋さんに調整でいこう。ディスクブレーキ、これってあのパッドの調整ってそんなに簡単にできるもんなのかな。全然まだメカニカルなこと調べてないです。18時。あ、そうだ、あと GoPro ちゃんと動いてるかな。ビアンキはまだあの保存してます。録画できてるような。大丈夫だよな。ディスクは油圧のやつです。そうです。うん、乗ってるうちにってのもあるかもしれないですね。うん、スタッフの食試写導入して今日初めてツーリング投入です。あれどっちだっけこれ。ちょっと待ってください。右の方か、こっちですね。んオートバイだと、あ、ちょっと肝心なとこ聞きそびれた。後でまた見せてね。後で了解です。サドルを革サドルになれるといいらしいですね。尻の形に合っていくとあとこれあのサドルの弱点があって、 そうそうサドルもですね、今回移植じゃなくて新しいのにしました。何、いつものことです。そういうものなんです。世の中の断りはそういうことなので。山口、山口なんて言ってガードレール黄色いじゃないですか。まとかあのガードレールが黄色い剣、確かにみかんの色なんでしたっけ。あの元ネタはホイール取り付け。コロナ後どうしたっけ。コロナ後いつ買ったっけ。前私は、あ、これ言ってるな。コロナ語と言うと君名語っぽい。あ、GPS 来てないですか今ここ。どうしたの。ナコルルどうしたの。サムスピ今大丈夫だったかな今の走り方。マグラ、マグラ。私は前あの銀行でですか。クロスバイク盗まれてないんですけどね。やっぱマウンテンバイクがいいなと思ってマウンテンバイク買い直してしまいました。で一旦その買おうと思ったら
途中からその角度自体が目的になってきますね。でもって1秒でも早く欲しくなる。配信に気が入っていて、車に気をつけて、気をつけてですね。あ、26インチです。あるある。そう、あのクロスバイクの 700cc のタイヤのがですね、あの深くハンドルを切るとつま先が前輪に当たるという問題もあったので、わかりますよね。クロスは理想あれかな、自転車まだスポーツバイクこれから始めようとしてる人に譲るのが理想かな。その気持ちがイヤホンですよ。イヤホン、あ、イヤホンをまた改めて調べ直したら、もともとイヤホンはあの衝動買いという意味で、計画買いは本来のイヤホンじゃないらしいですよ。だけども最近は物欲に身を任せること自体がイヤホンの意味になってるらしい。ですいません、コメント6引いてなくて。ネットスラングに詳しいロボ。ネットスラング。意味を。名前決めてないですよまだ。あ、どこまで行けば。どう考えてもこの太さは糸とんぼ号じゃないしな。まあ醍醐味ではありますね。だいたいどの趣味でも。あ、温泉入りますよ。あの無料の共同浴場があの草津エリア内にいっぱいあります。てかまあそれが観光の目玉ですよね。あそこはお泊まりです。ユースホステル泊まりの予定、 Z さんに全て手配していただいてます。下のやつはまだ部屋にあります。処刑されちゃいません。今ここ、温泉卵食べてください。ちょっと今ここ確認するので、信号渡ってから。行ききれる。自炊のパスタも、草津は宿泊しなくても無料で温泉は入れるのがすごい気もする。すごいですよね。発見できない。まっこ。クロスの方は1年間です。今日はですね、朝は結構寒かったんですよ。何ないって。ちょっと待ってください。ああ、失敗してますね。10年以上ぐらいですね。で、それがひびが、真っ二つに近いところまでひびが入って、異音がし始めたんで。カメラハンドルや、盗撮の定義は難しいと思いますよ。そもそも盗撮でっていうのは、あ、そうそう、Z さんあの人、SR ですよ、あの人、SR。日焼け対策してますか？あ、日焼け対策してます。で、あえて SR の説明をしない。あ、言っていましたね。これで言ったはず。なんで失敗するんだ？ SR 何のことかな？ PC8801 Mark II SR のことじゃないです。私の世代で SR と言ったら、PC8801 Mark II SR のことなんですけど。なんで今ここダメなのかな、途中から。お待たせしました。そう。ステマ短いんですよ、これ。もともとついてるのが短い。スアといえばスア400。スーパーランドナー。また、懐かしい。シュペールランドヌール、スーパーランドナーですね。間違った。すみません、また古いパソコン談義に。誘導するようなこと言ってしまって。アラス。シュペールランドヌールのことで、シュペールランドヌール。英語で言うとスーパーランドナー。超旅人ってことかな。超旅人。グミオジから。グミオジってどこだったっけ。グミオジ。あれグミオジは、何線だったっけあれは。重量 12.4 キロです。カタログスペックは。実測はしてないです。海外、ああ、そうそう、ロマンチック街道ありますよ。てか今日通るとこロマンチック街道だ。ああ、ダメですか。さっき一遍 OK っていうコメントがありましたけどね。
ちょっとパリにいた人いましたね。体脂肪、確かになさすぎるとあのブルベとか途中でエネルギー切れになりそうですね。うん、峠電波ないんですよ、あのドコモ地図で見ると。島温泉、沢渡温泉、沢渡温泉ってとこがひなびていい感じなんですよ。ただ今日は上り中だからちょっと入っていけない。そうですね、いいですね。今のところベスト。反射度、あ、低いと映るっていうのはパンツの話ですよね、多分。パンツの有無の。海外ですね。サツ、あ、タイヤは。サムネ、まあ今回天気がいいところでどこかで撮れればそれで済ませられるかもしれない。私のツイッターアイコンとかコミュニティアイコンとか全部に使ってるやつ。タイヤも太くなったの？タイヤは、ああ、 今ここ、ね、あのクロスバイクに比べると太くなりました。少し 1.5 インチですけど、これ今時間かかるだけ。で今ここダメですか？ってことはサーバー側がどうかなったのかな。クライアントの方の環境は変わってないはず。今ここいるよ。います。なんで見られる人と見られない人がいるのかな。最近は今ここ重いですね。今ここ出てます。乗り心地も柔らかくサイトによって違うかな。乗り心地、そうですね、今ここ動いてる。じゃあ生きてる方の URL をちゃんとアクセス名書かなきゃダメかな。おお久しぶりです。今のは事後ですというふうに聞こえたのは今パンティがまずいですね。お名前かな。うちは出ないな。そう、パンティが1人プレミアム1人がコミュニティを登録しました。今僕のここを置いてる。自転車どうした？自転車どうした？今新しい自転車です。 URL 省略以下略 URL 多摩ありがとうございます。1.5 インチ、私は 1.5 インチでも細めだと思ってます。で、このシュワルベのマラソンっていうタイパンクで有名、タイパンク能力で有名なこのタイヤはですね、元からついてた2インチ以上の太いタイヤよりも重い。新しい自転車にしたのはあのやっぱり私は前車付きマウンテンバイクの方がいろいろ乗りやすいなと思ったので買ってみました。ジオさんは多分名乗らない。過去にも名乗ってない。そうそう、日本ロマンチック街道ですね。オリジナルロマンチック街道はどこの国にあるんだったっけ。あ、そうそう、シュワルベのマラソンっていうモデルです。いや、26インチです。29インチだと私はどうもあの前輪ハンドル切ると前輪がつま先に当たっちゃうんで、あれかな、私はつま先一人長いのか。ローマか、じゃあローマかな。ビッグアップルっていうのはモデル名だっけ、自転車の。他の色ですか。この自転車は銀色と黒があります、モデルは。で、なんか銀色はほら銀色じゃないですか、だから黒かなと思って。うん、あ、今日は多分運いってないから、ね、あなたはまたテンプレートでいってますね。このテンプレート野郎、太いタイヤだよね。太いタイヤのやつ、あ、なんかあの浜辺とか走るやつですかね。また運の人だ、うん、今日は運いってないからもう、いや、いってないかな、いってるかもしれないな。ビッグアップル、確かニューヨークのことですよね。こんちにはうんっていうのはですね、っていう恋づくろいのことです。で、人はですね、そういうのを指摘されると結構気にするんですよ、私などは。そうそう。で、それを気にするっていうことを分かってあえて言ってる人もいるんですよね。あなたのことだ。何しようとは、あなたも長いですね。何しようとの人も長いですよ、だいぶ。いや、
シュワルベでビッグアップルっていうタイヤ。あ、シュワルベの方か。まあ今日はあの気候がいいので、うん、行けないです。ん、どれがテンプレ？プレミアム1人が小屋道を登録しました。俺も40になってからのどおかしくなってうんうんやってまうわ。私はもともとこのうんうんは子供の頃から祖母に指摘されてたところです。どうしたとねって毎回言われてましたね。和合うどん、喉どうかしたとねとか言われてました。この辺りがトトロのモデルになった地域なんですか？モデル、いや違うと思います。自転車は10万弱ぐらいです。祖母、おじいさん、あの指摘してたのはおばあさんです。祖母です。もうこの間亡くなっちゃったんですけどね。それでこの間ゴールデンウィークの後半の後半の予定はなくなって、あ、コンビニ。よく分かってないけど、これ最終だったりして、あ、どうだろう。もう、まあ、どちしろ行ってたらいいですね。ちょっとコンビニで補給してきます。飲み物かな。3とは、あと3分かな。コンビニがどっかが最終なんですよ。ビアンキに比べると、今度トップニットだ。ビアンキに比べてもですね、まだそこまで極端さは分からないです。峠間は下りで分かると思います。残りが、あ、まだ7分、いや待って、これ確かずれるんだよな。残り3分ですかね。まあじゃあ別にこの枠終了までここで待ってるギリは私にはないので、コンビニ行ってきます。あの皆さんはコンビニのあのこのプリントの壁でも見てるがいいさ。じゃあちょっとまた次はコンビニ出てきたから撮りますね。コンフト？じゃあまた後で。下のが動いてる。あ、じゃあ次枠取るときに下の方の URL 残しますね。じゃあ。
こんにちは。良いお年を。明日ヤマト2199見ないと。ビアンキ、次枠で処分のし。オツを学ぶ。え、まだ続くの。配信が終了しました。これあのボトル、余った水のボトルは入れときましょうか。こっちに隙間が今日はたくさんありますから。あ、重くなければ、ね、えそしたらまあ今回は自炊道具持ってきてないから他の活用はできないですけどね。うん、気温低いですからね。あ、録音できてるか。あ、待てよ、これ確かボリュームがでかすぎるんだよな、いつも音割り気味だからちょっと調整しとこう。どっかで調整できるはず。こんだけだから涼っちゃいます。あ、そうですか。洗うと、録音の調整で、あ、このぐらいかな。で、音量調整したこと忘れないように、あとで動画で編集するときにタイミングを記録して、レベル調整しないといけない。いや、あの最近の動画選手してるとボリュームマックスにまで至ってないんですけど、その何かしら頭打ちの音になってるんですよ。どっかで制限かかってる。小さすぎるのも怖いかな。いや、こんぐらいでいいはず。音声が潰れてしまうともう補正のしようがないから、ね、あと前回のあの水上とか行った時の方がやたら風音がひどくて、なんでだったんだろうな。あ、本当はネルオさんがアンドロ自転車祭やってる。どこ行ったの？飛行機やってました、ね、飛行機、多分空港行ってましたよ、ね、三陸散策、青森、岩手、三沢から八戸通って、ってことは南下してんのか。久慈って確か震災の被害があったとこでしたっけ。でしたよね。内陸じゃないでしたっけ。先輩が一人大船渡に震災復興で赴任したので夏遊びに行こうかと。大船渡もよく聞く名前ですよね。じゃあ捨てますね。あ、はい。そうだ、 FMLE の方は逆に音量少し上げないといかんな、バランス取るために。ワグオツです。ピアロボさん、とワゴツ、こ
こんぐらいに、あ、振り切れるな。こんぐらいかな。よっと。どうかな。これで、どうかな。あ、しまった。枠説明の修正するの忘れてた。うん、大丈夫ですね。転送速度バッチリだ。ロボさん、おはようございます。おはようございます。あ、あと GoPro がちゃんと充電できてるかどうか。今ここうん、できてるできてる。下もダメですか。人によるっていうのはよくわからないな。いらっしゃいませ。で、麦茶買ってきました。おはようございます。おはようございます。ミックスナッツ味、本当にやりそうで怖いな。うん、今日途中で電波なくなるはずなんで、あ、自転車、はい。はい。うん。自転車。これ、私はあの、マイサスマウンテンバイクが、どうも合ってるっぽい気がしたので、その私の生き方的に。ここ、最近なんかあの、自転車、あ、自転車じゃだけじゃないんだろうけど、車載で、リスナーさんが増えてとか、よし、電波はどこまであるんだったかな。1100、今は今400。うん、あ、そうすの。カメラ運転どうしようか、まだちょっと考えてます。あ、そうだ、あともう一つですね、あのこのサドル変えたんですよ、ついに。あの昨日自転車さんでいろいろ見てもらってる時に、店内であの結構似た、あのこれまで使ってた、あ、10速です、似たやつ見つけて、でスポーツアラーっていうメーカーのなんだっけ、 X レースっていうやつなんですけど、かなりこれあのジェルがグニャングニャンで、幅とかも似てます、前使ってたやつと。で今回これに、あ、そうそう、純正はもともとどの自転車がついてるのも私の尻には硬すぎるんですよ。これとかもかなり硬いですよね。これでも変えてますよ、かなり柔らかい方です、ロード用としては。硬い私にとっては硬い。私なんかこれですよ、これ、ほらほら、あ、すいません。これだってあれだもん、ママチャリサドルとか揶揄されるぐらい柔らかい。じゃあこれは、これは、ああ、そう、私はなんか硬いサドル苦手なんですよね。それは特に私の尻が特別脆弱ってわけでもないと思う、相性だと思う。というわけで、多分最終コンビニから出発です。ああ、追い風だ。ちょっと買い物記念撮影。ん、どこで寝るんですか。精米所の中、これ5分ぐらい。この中で。ブルベの人たちの中ではこの精米所の中が実はあの5分ほどの仮眠場所であるらしい。帝国ホテル。精米所帝国ホテル。なんかあまりオピラに言うとやばい気がするな。なんか機械が中で動いてるから暖かいんだそうですよ、あれ。まあ他のお客さんが来る時間帯でなければ直接の迷惑にはならないでしょうからね。自動車持ってるのに隠して自転車乗りやってるんですか。隠して、な、何の話。あの自転車乗りは自動車持ってると不名誉ってことですか。そうそう、もう言っちゃいましたけどね。私は自動車持ってることにステータスは感じないけど、持ってないことに関してステータス感じるわけでもないです。和骨です。お、いらっしゃいませ。どこ、ですね、中野城ですね。地名が今出てこなかった。サドル日焼けしそうですね。そう、私は自転車壊れてるの含めて相当部屋に3台になります、これで。ステータス、ステータスはあの状態のことです。あの毒とかそういう感じのやつです、ステータスっていう。本当に自分の方が面白ければいいっていう受け答えですね、今のは。相手のことを考えない受け答えですね、これじゃ。あれだ、あのホモネタが好きで、あのホモネタが通じないとこでもそういうコメントをしてしまう人たちに通じるところがあるな、奥ゆかしくないな。毒を感じません。う、それ言われると辛いな。そう突っ込まれるか。あ、じゃあステータス、さっきあの状態って言ったの嘘です。ロボさんの今ここ出てないよ。ホモ
今ここはですね、あの URL の下の方だと見られる人がいるみたいです。それも人によって違うらしい。自転車、あ、聞きますけど、どうなんですかね、実際は。すいません、嘘です。でも実際に翻訳するとなると、さっきの意味でのステータスは何だろうな。車をステータスとみなすのステータス。ん？あ、なんてなんて。そうそう、切れますよ。なんだったっけな、ステータス。ほこりとかなんかそういう方向のニュアンスではあるんだけど、なんて言うんだろうな。あ、日焼け止め塗りました。難しい。さっきの以前のニュアン、あのステータスを日本語化するの難しい。車持ってない人は持ってる人に劣等感ありますね。劣等感。あ、そうそう、車持ってても別にっていうの自体も劣等感の裏返しである可能性はありますけどね。ほこりじゃなくて地、三重、三重の方まで行ってしまうとちょっと振りすぎな気がするな、悪い方向に。難しいですね。社会的地位か、私の頭の中だとその地位もステータスの一種みたいな感じなんですよね。難しいな。すみません。じゃあ次覚えてたら。頑張る。カブ、また運行ってしまった。あ、ブラウザによって違う。うん、新しい自転車です。で、昨日あの自転車屋さんで、あのハンドルの高さ低くしてもらったり、横を詰めてもらったり、いろいろやってもらったので、だいぶ快適になりました。快適というか、その前の自転乗ってた自転車とに近い感じになってます。車好きだと自転車と同じく所有の喜びとか。あ、これ前リンゴ買ったとこだ。あのこの中野城っていうところはリンゴで結構リンゴの産地なんですよ。リンゴで結構リンゴの産地なんですよ。でさっきの直売所で前来た時に買って、あの大変美味しかったです。甘かったですね、ここのリンゴは。さっきの店覚えてる。リンゴ前来た時秋だったかな。私ありがとうございます。いや、この時期じゃなかったです、前来たのは。暑いのかな？今は暑くも寒くもなくてベストなコンディションです。自転車で峠登るには若干暑めかな、登っていけば。でも今この大して折れてないっす。あれカーボンなんですよね。またないの。この辺は群馬県なんですか？この辺群馬県ですね。何の鳥？いや、なんかコメントに対応するのになんか政治的に疲れてるな、おかしい。んタイヤですか。気温は今ちょうどいいんですよ、涼しめで。カメさん生きてます。ここは日本温泉入りたいんですけど、登り中は厳しいですね。金原人いたらすごいと思う。世界中から人が押し寄せると思う。あ、気温20度、そんな高いかな。空気は割と涼しいですよ。カメラ通して登りって分かるのはきつい魚なんじゃね。いや、今大した登りじゃないです。今晩の宿は温泉旅館ですか？今日はユースホステルで、実は草津温泉の中にありながら温泉じゃないっていうユースホステルです。いや、米対応、前そんなにきつくなかったけど、今日はなんか頭が回ってないのかな。あと立ちこぎが楽になるかと思ったら、まだそれほどわからんな。電波、そろそろ女性と一緒の自転車配信が見たいです。体がそうですね。すみません、まだそれほど。少し走りました。40キロぐらい。モルダー。流れいっちゃってますよね。それであのコメントログだけは撮れてるので、だいたいミラーだけですけど。で、それで、コメントに赤信号やら信号無視やら、逆走ってキーワードがむちゃくちゃたくさん出てきて、うわ、そんななのかと思ったんですけど、さっきある人に聞いたとこでは、
まあ、その人はそう突っ込まれるのがあの配信のネタでもあるので、それほど無茶苦茶な差しりじゃなかったみたいだって聞きましたね。一月ぶりだから大変ですね。一月ぶり自転車乗るのもそのぐらいなんですよ。まあゆっくり行こう。Z さんにはいつもスピード合わせてもらってるし。どこに行けば？あ、共同浴場に入るつもりです。ディスクブレーキの恩恵、まだ今のところは、峠から下るときに、いや、マナーの良さはですね、リアルタイムで見てないんで分かんないんですけど、単純なキーワード検索で、逆走とか赤信号を含むコメントを抽出したら何百もあって、よくそれで、なんか、捕まらないなとか思ったんですけど、コメント的にあれ誇張されてるのもあるんですね。1日は、今日は、8時間ぐらいかな。深夜の箱根越えとかすごいよな。何か、ああ、あるかも。重さ。これくらい、あ、これですね。あ、言語、なるほど。まだ極端さわからないな。こんにちは。おお。何かいた。こんにちは。おお。ツーリングの人ですね。荷物が少しある。流れいっちゃってますよね。山の嫌いです。ロブさん頑張る人。もういや、私は頑張らないっていうのを昔から言い張り続けてます。サスロックまだ使ったことないです。手元でできるんですよね。これいけるのか、やめとこう。ロマンチックな道ですか。ロマンチック、これが本当に今はロマンチック街道なんでしたっけ。もうちょい先で分岐してるとこからではないのかな。そう、確かこう島温泉の看板があったとこだ。 V サインしないんですか。 V サイン、あ、やってもよかったですけど、あれは北海道とかの場合かな。そうそう、ここからだ。ここから山の方に入っていきますね。あー、でも逆風だ。ちょっと頑張らないということに頑張る、うん、ロボさん。そうそう、頑張らないっていうのを言い張るために。でも実際ですね、私の精神力的には頑張るというところまでとてもいけないので、その前にくじけるので、だったらそのくじけない範囲で走り続けられる走り方の方がいいじゃないですか。あれ？というのを今即興で思いついたけど、今の説明は伝わるんだろうか。ん？で、今はちなみに Z3 と一緒に走ってます。枠説明に書いてますけどね、一応。僕も頑張らない生き方してたら早く実家で提携言われた。提携言われた。ああ、なるほど。 Z 6、ああ6個は一遍やってみましょうかね。といってもクロスバイクと同じ挙動になるだけですよね。前輪が、サスペンションが全力で、やだ、めんどくさがり屋でもありますね。とにかくなんかその続けられるっていうのがいうことが美徳なのかなと思うんですけどね。で、精神力の強い人は頑張って続けられる。大人気猫の家って何？といっても7キロ先とかだったら電波切れてるだろうな。この道ならロックしていてもそんなに疲れなさそう。ソロ、あ、ですかね。おはようございます。シートの具合はどないです。シートは今のところ平気ですね。前の入り硬いけど尻痛くなってない。猫の家、猫の家なんだろう。ロックしたら無飛ぶ感じ。そんなあったっけ。ここ私はこの道は過去に2回走ってるんですけど、いや、3回だっけ。田舎の猫カフェみたいなものかな。猫カフェですかね、あれは。猫と戯れる家ですね。やってみなって、わら。やってみな、何それ。ネタがわからない。あと今日は40キロぐらいのはずなんで、まあゆっくりでも着実に登っていけば、遅くならずに宿見つけるはず。猫のコスプレを。猫のコスプレか、丸まってるのか。
出た。関東の峠はどこも走ったことあるんですね。どこも、まあ、有名なところは、有名なところはって感じですかね。ついに1車線。1車線ですね。いい感じになってきた。この道は、趣味で来ない限りは、多分車入ってこないだろうから。また200キロくらい一人ブルベしないの？一人ブルベ、ああ。まあ、でも、あの時比べるとだいぶ体力落ちてるだろうな。ん？何だけ？いい感じになってきた。あ、もう。ん？もう、電波？あ、いや、どうだろう。電波まだ来てますよね。女性旅配信者、おかしんぐみでこしよう。あ、おかしんぐさんって人は女性なんだったっけ？名前は知ってるんだけど。旅行の人なんですか、あの人は。いいですね。舗装ならバスロックした方が効率的だよね。そうろ。さす。さす。あれ？さすロックできない。あ、これ多分沈み込んでると、ロックできないじゃないかな。おお。これは、うん、買い替えたというか、買い足しです。うん、今 Z さんって人と一緒にいます。神奈川、へぇ。さすがが大半ですね。あとあのホイールの小ささ、あのつま先が前輪に当たる状態だったので、今のはコスモスかな、ポピーかな。コスモスはなんか秋の桜って書くから秋かな。素晴らしい。綺麗でしたね今の。この時期になんかあんなに鮮やかな花ってタイミング合わせてたのかな。暑いですか？いや今のコスモスじゃないよな。花の形が今はですね、登ってると少し暑いです。でも空気が涼しいんでかなりいい感じ。自転車配信では安定の画質買いました。画質はですね、あのカメラ自体が曇ってるのが最近気になってるんですけど、このカメラのモデル今売ってない。で、オークションだとなんか定価より高くなってたと思う、確か C905M っていうカメラです。マウンテンバイク、ああ10年間乗ってましたからね。1年間経ってもその上りでダンシングするとあの地面からの跳ね返りがきつい感じがしてたんで、跳ね返りという言い方もおかしいかな。ただ今日それが解消されたっていう実感まだないです。もうちょっと登ってみてからじゃないと何とも言えない。ダンシングロボ、ダンシング、まあ少なくともあの舗装路走ってる時でも、あの歩道に乗り上げなきゃいけない時とかはサスペンションほんと楽。あ、電波悪くなってきましたか。ダンシング、自転車の上で踊る、踊り登る。今石窯ピザって書いてあったとこも多分猫のとこと一緒だな。飛ぶと、あー、ダメか。奈良巻き多分これからもう何度かあの復活したり切れたりを繰り返した後に切れると、あ、帰ってきました。ヒノキ風呂、メリダ早かったですよ。 2,3 週間かかると思ったら中之条まで列車で来ました。うん、電車ですね。途中全部汽車はなかったはず。中之条生ゆったりとダンシングして登りたいんですね。ゆったりと、そうそう、黒森のガタが長く乗れるから無駄はいかなく、自転車配信多すぎてどこ見ていいのか。配信さっきネロさんがやってましたよね。他にも今やってるのかな。カメレオンってもう壊れたの？カメレオンって壊れてないです、健在です。お、なんか便利な店があるじゃないか。あ、買えるタイヤはカメさんの使ってんの？タイヤ、いや、あのサイズが違うんで前のマウンテンバイクのやつを持ってきてます。黒森はなんか黒森至上主義みたいな人も結構いますけど、まあ実際修理しやすいのはでかいですよね。あと柔らかいらしい。私はこれまで黒森多分乗ってないよな。田中さん、田中さん、フレーム材は時短が一番。ちなみに猪苗代湖のとこにあの黒森峠っていうのがあります。夫、素材の話はそこまでだ。あ、そう、素材危険だと忘れてた。
うん、高崎乗り換えで来ました。私は新幹線から、 Z さんはあの初高専で、国村から草津とかすごい上り坂だった気がします。ただ距離はそんなないはずです。黒森は見た目が最高、長持ちとかどうでも。細いですからね、黒森は。軽量じゃないアルミは丈夫だけど、黒森でも軽量のやつは物色いかなく地層、新幹線ブスロボ手伝いな。前来た時は私は前の人はどうですか。そう、一緒に走ってます。黒森しなるの。黒森はそのしなりがいいらしい。ただ私はそれが分かるほど足が超えてないな。軽いに限る。私の黒森は16年目です。アルミって16年なのかな。私的な黒森は長時間乗ってもアルミみたいに疲れにくいというの。はい、辛く疲れ前にいる。私はどこまでが素材による疲れかからんもんな。それよりもあのその時の体調の方が影響でかいですね。ありがとうございます。ビルディング、ビルジングって建物のこと。そのナイスカの続きはまた走りたいですね。ただあそこに何かあるってわけではないんですけど。今こう下の方の URL をクロームとかで見ると見られるという話が、どっちだっけ、いやこれやっぱコメントのやり取りが疲れてるんじゃなくて単に自転車に乗らなかったから疲れてんだ。あ、出た。足が超えるっていうの初めて。足が超える、あの目が超えるとか下が超えるという意味で。上りだね。足が超えてないので。ちょっとお茶。あ、多分やっぱり、多分やっぱりロマンチック街道はあれですね、ドイツじゃないですか。実はスペック中なんじゃないだろう。ドイツっぽい振り、あのあれが置いてあるからダメだ、全然言葉になってね。下に書いてあるのはドイツ語じゃないですかね。ヤパニーシェかな。嫌だっけ、ドイツ語ってヤパンって読むんだっけ。バムクーヘン。多分元ネタドイツじゃないですかね、ロマンチック街道。もうないと何の趣味も持ってない状態になる。ヤーパンでしたね、確か。ドイツだね。ドイツですよね。あとメルヘン街道もドイツでしたっけ、違ったっけ。趣味、戦車ゲーム。あれメルヘン街道はそういうのあったっけ、こっちには。確か白樺湖のとこがメルヘン街道じゃなかったでしたっけ。メンタルヘルスケア、ケア入らんか。今日は草津温泉泊まります。あの恋の山以外は全部治るっていう草津で。コレクター、コレクターな、普通の人から言ったらもうそうなりますね。トータル4、スポーツ自転車4台目、手持ちは3台。しかも5台目で4台持ってんのか。今あれ待ってよ、あれと 1,2,3 やっぱり部屋に4台ある今。これ入れて、そう、今玄関大変です。ロボさんは草津で何の山を直すの。草津で今なんか山やったかな。ストラップ2000円でストラップっていうのはあれですかね、有名なマネ自転車走るのやったかな。ちょっと実は見てはいないのでわかんないです。あ、今日の予定ルートは2日分です。カメレオンテの次にまた買ったの。また買っちゃいました。恋の病が治るといいね。メリダの何買ったのよ。治っていいんだろうか。
メリダのマッツ TFS500 アルミのマウンテンバイクです。カメレオンでは1年もテール1年弱ですかね。ジャイアントですね。ジャイアントは前持ってました。ロボさん実家でジャイアントロボになったって本当ですか？そう、実家でジャイアントに乗ってました。20年間で1台。クロスよりも無飛ぶってことですか？そうです、そうです。うちも4台。この趣味だとそんな珍しくないから大丈夫ですよ。ですよね、ですよね。どんな自転車かみたいな。自転車か、ですね、枠説明の自転車の名前をググってください。ググレ KS。 趣味自転車の人は10代くらいになるまでは気にしないでいいよ。俺も買いたいけど置く場所がない。置く場所、私も今結構無理が。何色？色は黒です。銀色か黒かの2択でした。でした。モデルから選んだら。カメレオンってどうするかだよね。うん、カメレオンっては俺の自転車5台に増えた。人に譲るか実家に持って帰るか。部屋にリンクをしておいてる。カメレオンはパッキングして。コンテナ倉庫借りれば。沢渡温泉だ。倉庫借りるのはちょっとな。今日は入らないから。ああ、でもちょっと街並みだけ。残り3分くらいで。街並みだけ見ていきましょうかね。沢渡温泉すごい激坂のとこです。ロマンチックは右。10万以下のロードバイクでも良いのか。なんとかさんは自転車部屋借りてたね。おお、あれ、これ裏側からかな、反対側か。まあいいや、行ってみよう。多分こっちから入ったことない。確か前はあの街道沿いに行ったら、街道からあの温泉街が見えてたんで。太いタイヤって路面抵抗は少ないよ。多分裏側からこれは。ですね。コンテナガレージオーナーになりたいです。ネットで自転車。あ、なんかすごい坂なんですよ。温泉街が。安いのでも良いよ。あと2分。安いので、あと2分了解です。2分か。ママちゃんでも十分です。箱根越えにも4台買っといたし、Z さんにも強くないな。うん、体4つ欲しいよね。アマデウスの映画よりわらわら。アマデウス何何？乗らない自転車は天井から吊ればいいよ。ああ、天井か。ヤンバダムと開けていいのかな。スペックヤンバダムどこなんでしたっけ？なんだ結局自転車持ってないでいいから。結構横道になるんですかね、あの。地震で起きてきたら怖い。ってこと前通ってるのか。そうか、ここ温泉街だからこの辺りだけ電波あるのかな。すごい傾斜ですね。傾斜向こう側のがもっとひどいんですよ。それはロードレーサーか。そう、ロードレーサーです。今時ロードレーサーなかなか言わないですけどね。多分同じもんですよね、ロードレーサー、ロードバイク。私が前、サスペンションついてても意外に軽いんですね。あれ、ママチャリでもいいけど、マウンテンバイク買った頃はまだロードレーサーって言ってたと思う。和室に250のバイク隠してる。あったあった。レーサー。ここ。温泉研究所の病院があるんですね。研究所、あ、なんかそんなのあったような気がする。この声誰だ？何の声だっけ？これは沢渡温泉の温泉街です。あ、お疲れ様です。えらい近くに鳥がいる。あれ、シジュカラですか？こんな声だっけ？すごく響くいい声。でも、毎日聞いてるとうるさいと思う。あ、用途が増えてロードバイク。レース以外でも使うからってことかな。で、すぐそこに200円か300円の共同浴場がある。白、銀色なんですよね、あれ。銀色じゃないですか、あれ。はい、お疲れ様です。じゃあ、共同浴場の前で、何が割りますよ。あ、そうだ、こういうとこで片手で、
ブレーキかけられるか、楽だなこりゃ。ねえ、ゆっくりなら写真撮影しながらでもこの急坂下れる。沢ワンド、え、沢ワンドでしたっけ、ここ沢渡りじゃなくて。沢ワンドでしたっけ。だとしたら相当恥ずかしいことになりますけど、私は。ここが共同浴場って新しくなってる。変わってる。建物自体変わったかな、これ。新しくなってる。あとあそこ、メンって書いてあるんだけど、ニューに見える。新しくなってます、この共同浴場。前もっとですね、もっとあの、なんていうか、受付のおばちゃんがこたつに入ってるのが見えてた感じでした。前行ったのが5、6年前よりもっと前かな、もしかしたら。これが確か200円か300円だったと思います。よっと。で、なんかこういう本当にひなびた人みたいなのを守る会っていうところが認定してた温泉らしいけど、いくつあるのかわからないですね。200円。あ、200円。あと結構暑かったと思う。ワクトリーでこの枠ぐらいまでかな、電波があるのは。ああ、そうですね、呉坂峠。枠が取れたよ。あの、牧水のシルエットが、なんか峠の日の看板に書いてあったと思います。ああ、じっとしてると暑い。そう、この坂ひどいんですよ、先のところより。これ逆から来たんですか、登ったんですか。そうです。あのロマンチック街道からまっすぐそこの上りが見えるんですよ。で、ロマンチック街道から見た時のインパクトが一番でかいです。ちょっとお待ちを。今日の昼飯は呉坂峠でうどんかなと思ってます。今放送初めて言わないとな。12時か。ああ、ここで食べててもいいような気も。ここですか。ええ、でもまあ、まじゅくたが姿ですからね。昼になった。よし、何しようとも人いらっしゃいません。ランチタイムやで。で、ここは共同浴場、200円のところです。建物新しくなってますよ、これ。で、サワンドって言ってましたけど、さっき。いや、サワタリで合ってるじゃないか。何がサワンドだ、てめえ。サワタリってちゃんと。飯田のとこなんですよね、サワンドって読むのは、この同じ字で。飯田ですか。あ、通ったことあったっけ、あるよな。サワタリ温泉でよかった。で、別にここに入っていくわけではないです。うん。サワタリ温泉、本当にこう小さなあの温泉街で。最後12時ですね。温泉まんじゅう、いや、ありますよ。うん。でも、あの、この間の前回のツーリングで、さすがに食いすぎたのをちょっと反省しました。と言いながら、焼きまんじゅう食いましたけどね。焼きまんじゅうだけしとこう、今日の、午前中の分は。で、ですね、ここ温泉街だから多分、レバーちょっとあるんですよ。今、ここは下の方の URL だと生きてるかもしれないです。で、そうそう、この坂がひどい。草津は群馬です。で、峠、渋峠ってとこ越えると長野だったり、いかにも温泉って感じの。あ、でもここは本当にですね、秘境ってほどアクセス悪くないんですけど、秘境な感じがするんですよ。沢渡ですか。うん、沢渡温泉です。あ、手宿屋さんもあるな。
ってことは結構やっぱお客さん来るんだな、この温泉街。あれあまり見えないな。一直線登る道が確か見えてたと思うんだけど、記憶違いか。あーやっぱり下りブレーキ楽だ。草津って草津ですね。渋峠明日ですけどね、今日じゃないです。今ここダメか。第34くらいにランクインしました。まあ予定ルートを開いていただければ前半のあたりに沢谷を、あ、草津までというか今日呉坂峠が意外と登るんですよ。でこっから見た時のインパクトが、あ、やっぱり結構ある。孤独のグルメまた始まるね。え、また始まるんですかあれ。あと孤独グルメは漫画版とテレビ版だと、テレビの方だとあんまりなんか食べるものに対してマイナスなことが言えないので、面白みは少し違いますよね。パップスと焼きまんじゅうのやつとか、あんいりの方が結構否定的に言ってたじゃないですか。テレビだとあそこまで言えないと思うな、多分。また2回も多分言ってしまった。シルバーライト、わらわらふざけんな。シルバーライト、あ、ダメですか、シルバーライト。ルートラボなんですけど、ルートラボ。ルートラボって、マックのシルバーライトってないんでしたっけ。あるいは入れることに抵抗感じるタイプのスタンドか。ん、あ、何がすごいって。サワンドっていうから上高地の入り口かと思った。上高地の入り口、なんかさっき Z さんが飯田の方にサワンドっていう、同じ感じでサワンドっていうとこあるって言われてましたね。わらわら、そう、日本ロマンチック街道ですよ。なんでわらわらなんだよ。ロマンチックじゃないか。あれ、ロマンチック、うん、ロマンチックか。六本木サワンド、六本木サワンド、わからない、なんだろう。そうそう、沢渡りっていうのが間違ってたら、私は最近また忍者スレイヤーの話ですけど、フォレスト沢渡りっていう結構メジャーなキャラクターがいるので、もしかして頭の中でそれに引きずられたかとかちょっと思ってました。だとしたら恥ずかしいなと思ってました。フォレスト沢渡りっていうキャラクターなんか掛け声がもっちゃむとかいう人です。それで大体のキャラクターは通じるんじゃないかな。またスレイヤーか。またスレイヤーの話です。ロマンチックは明日は雪の壁配信あるの、うん、雪の壁、ああそう、デープあるのかな、ちょっとわかんないですけど、あそこは観光地として有名だから。うん、あ、何が楽。アウトドアパーク、アウトドアパーク、電波は多分この先でなくなるんじゃなかったかな、どうだったっけ。話は他ですね。失礼。生主が来てるので勘弁してください。私がルールだから。今晩のバンビティですね。あと、いつも履いてるジンベイのズボンが擦り切れ始めたところに足の指が引っかかって、ついに破れてしまいました。で、破れたまま持ってきました。自転車で走ったら立ち止まるなっていうところありますね。ガスがあるからこの辺一帯立ち止まるなっていうところが、駐車するなっていうところが、そう、ジンベイ、ジンベイ破れたまま、わらわらだってそれしか持ってないから。旅行用のギャグのズボン。ギャグっすか。あ、まただ。これポピーだな。コスモスとか全然違う。チェンジバイク。渋峠、明日です、それ明日です。今日明日の予定です、あのルートは。今日は草津止まりです。その辺分かるように書いて、あ、でもタイトルはそうしてますよね。草津止まりって書いてますよね。駐車してイチャついてたら死んでしまうの。駐車してそうですね、気づかないうちに。まさに焦点。すごく親父だな、今の言い方。親父ですから。工事休み。この近くにのぞり湖というとても綺麗な湖があるよ。のぞり湖か。明日は新幹線で帰るの？行き止まりの道ですよね。明日は多分新幹線です。まさに焦点。そう、のぞり湖行きたいんだけどな。国道で一番高
海の合宿峠のあたりだよね。国道ではそうでしたよね。で、乗鞍は国道じゃないだったかな、多分ポピー。孤独のグルメ第3期7月から、うん、7月か、長いな、長いというか先だな、随分。初見、呉坂峠はこれからですか。うん、呉坂これからです。まだまだです。泉ピンコ、標高差があと600ぐらい、まあだいたい一夜光ですね、一応表夜光。白根山も雪ないのか、肌の山は最近見かけないですね。そうですね、花野さん最近一緒に走ってないですね。懐かしいな。私、花野さんに何か予定伝えたりとか何もせずにいつも来てもらってたんで、こういうとこに来る場合はいくらなんでも、無茶でしょう、無理でしょう。硫黄を胸いっぱい吸いたい。硫黄、この辺は田植えまだなので存分にしてください。私は遠慮するが、そう、この間雪に凝りましたね。でもあれはあれでネタになって面白かったです。あれ放送してなくて、あの峠まで行ってから、あの雪で通れないっていうのが分かったら、結構落胆の方もあったと思います。でもこの間は放送しながらだったから、うわ美味しいと思いました。まさに最悪のケースですからね。いや最悪じゃない、あれは最悪なのは峠から下ってきたところが行き止まりだった時、通行止めだった時。今朝は何時起きですか。今朝は、6時起きです。5時40分に目覚ましかけといて、そこから実際に起き上がるまで20分要しました。でも割とよくやった方。クルーズからいらっしゃいませ。来るはずないけどな。プランからいらっしゃいませ。高崎新幹線ですか。うん、高崎まで新幹線です。私は、まあ、私などは貴族的に新幹線でしたが、大人気。 VIP の方はよくわかんないような仕組みが。あ、カラスアゲハかな。あと実況っていうのもよくわからない、2チャンネル系の。今朝は肌寒かったんですよ。だから今日の峠とか大丈夫かなと思ったんですけど、気は照ってきたからバッチリです。ちゃんとしてないサラリーマンとかあるのかな。そう、私は寝るのがなぜか寝つけないというか、ベッドに入る気力が起きない。だらだらフラッシュゲームとかやってしまう。クリーパーワールドとか、登り始めましたね。ラボさんはフレックスキングの技術者じゃないの。無徳の方が自宅で輪行しやすいの。え、ベッドで寝てるの。マウンテンバイク、あ、寝袋なんでしょ。あ、ベッドの上で寝袋で寝てるんですよ。ベッドでの楽しみがないんですね。あ、でも最近寝袋暑くて使ってないです。掛け布団だけ。実質に神社の縁座は作ればいいんだよ。実質に。ラボさんの熱波が判明しました。いや、もともとベッドですよ。私はベッドの上で掛け布団の代わりに寝袋入ってただけで。さて、これだ、このダンシングだ。人工のしやすさはロード26クロス29。今日は半袖ですか。今日は半袖です。そろそろマンダもいらないぐらいだな。オールナイト、道はロマンチックですか。道はまあロマンチックと言え、ある意味ロマンチック。ダンシングロボ復活、暑そうです。いや、まだだな、まだ。ダンシング不調の原因は車種だったのかな。いや、まだはっきり分かんないです。ダンシングラックかどうか、まだちょっときついな。やった、ギア下げましたね今。うん、ギア、ギアはでも結構あるな、これ。さすがにマウンテンだけあって、アンダー、上下のアンダーではなく。こんにちは、西アフリカドッキリンと申します。お、ドッキリンさんいらっしゃいませ。ギア下げたましたか。秋ならマロンチェック。なるほど、ちょっと上手いと思った。ロマンチェックでしょ。新しいサムネイルは渋峠あたりでどうですか。渋峠本当に景色いいんで。だけどハンドル
天気が良ければそこでサムネイル使うかもしれません。ヤンバダムはまだ見えません。あ、富士の花だ。まだ咲いてんのか。はあ、ヤンバダムってこの辺なのか。この辺らしいです。昼食は峠の茶屋か、また途中どっか食事提供してるとかあったと思うんで、でも峠の茶屋も今やってるかどうか分かんないな。こんにちは。そうやって悩んで最終的にフレームオーダーするんです。みんなでもいやー、何見た、うん、すごい勢い。どっかぜひ小串鉱山も寄ってください。小串鉱山、小串鉱山とは知ってます？小串鉱山。ガスバーナー持ってきてないの？あ、今回バーナー持ってきてないです。やっぱ構造的にはヤンバダムは、あなたがプロジェクトマネージャーです。ヤンバダムってなんかそんなすごいんでしたっけ？まあ、あれですよね、あのダムができるかどうかもわかんないので橋とかバンバンかけて、あ、そういう意味で、なるほど。なんか十字架みたいになってるやつとかがすごく有名になった。あ、橋脚だけ立ってるやつがもうあれ完成しちゃいました、ね、これで、あのピザと猫の家があと 1.5 キロですね。ガスバーナーは時間がかかる。時間かかる？ん？何比べてだろう。彼女です。 1.5 キロ。珍しくジジネタ。ギジガムピザだってうまそうだな、ピザうまそうですね。そこで昼飯といても、でも腹減ってないですよね。さっきから5分も経ってないし。いや、寄ってもいいんですけど。うん、そう、まあ寝た時に面白そうだったらっていうか、放送はできるかな。ですかね。あとこういうところだし、観光的には見てもらった方がいいのかな、どうかな。まあ様子見、猫見ながら。こんな道でも電波あるのが驚き。確かに電波まだあるのがすごいな。もうないと思ったんだけど。自転車乗ると痩せるって本当だろうか。自転車は乗り続けたらですね。私は全然乗り続けてない。長期的には乗り続けてるけど、短期的には数週間に1回だし。ずぶ濡れのコーナーはまだですか？最近でしたからね。あれは結婚相手は何歳下まで OK ですか？何歳下、法律が許す限り。うん、なんかそんなにめちゃくちゃ痩せるっていうイメージはあんまりないですね。走り方にもよるだろうな。食い続ける、あの自転車で走ってる日はブレーコーに食い、食事的ブレーコーだと思ってるんで、カロリー的ブレーコー。あの法律だと結婚18歳でしたっけ？結婚の予定具体的にはないが、抽象的にもないな。喉乾いてんじゃない？いや、それほどでも。上は何歳までお願いか。上は実際に話をしてみないと何とも言えんな。あ、16でしたっけ？やっぱり難しいとこだな。わらわら。刑事上学的には結婚できるのですか？刑事上学的には多分、刑事上学的には解釈の仕方によってはあるんじゃなかろうか。多分どういう結論でもひねり出せると思うから。とか言ったら刑事上学バカにしてることになるのかな。確率論的には結婚の予定はありますか？そう、確率論的には、量子力学的には、力学違う、量子論、科学的には結婚の予定はありますか？可能性分的にはどれもゼロじゃないんで。 Z さんがアタックした。 Z さんはかなり流しながら走ってるはずですよ。なんかブルベやる人って一瞬でむちゃくちゃ脚力ついてますよね。この辺の牛肉、そんな牛肉あるんだっけ？刑事上学には結婚してますか？もうすぐ猫の家、おわさいくんやろう。今ここ消えてます？今ここ下の方の URL だと見られる可能性があるらしいです。Z さんの逃げをロボ修
団が吸収。集団って。もぐもぐ食いながらってことか。プトプト。もう電波やばいかな。あれ猫のところは電波ない。カクカクプトプト。ああ、どうですかね。そしたらこれ大きな構想を抜きで猫を手柄頼むと。4545とは何の数字か。止まりかけ、ロボさんとインターバルトレーニング。猫の家は電波なさそうな雰囲気ですが、ないですかね。猫の家まで電波持って。今声だけ言ってるような感じかな。電波が切れかかってるけど言い残すことはありますか。言い残すこと。ネットさん痩せたかな。楽しんでまいります。ブルベといえば自転車部の人たちどうしてんのかな。もしかして私はツイッター最近あまり終えてないんですけど、おそらく活動してるのではないかと。単に放送からわないだけで、放送やるといろいろ面倒なとこもありますからね。特に猫の家行くの？そういえば猫の家、まあ様子は見てみます。猫の家だとモフモフできるの？多分モフモフできるんじゃないかな。その牙を抜かれた猫たちが人間に媚びを売るために。やっぱ自転車は痩せますね。カクプト。痩せるかな。私は痩せてないな。イカ薬。私は顔がなんか頬のところがこけてるから痩せっぽく見えるんですけど、体重は平均より上ぐらいだし。で、私の左方はなんでこんなへこんでんだろう。骨格的なものなのかな。ロボとハーハートレーニングか。さっきあの残り1キロ出てたからもうすぐだと思うんだけどな。でも全然猫の気配なし。1日2時間で500キロカロリーくらい消費できるからね。500も？嘘。自炊キットも充実させようね。ハーハー言ってますね。あ、でも平常時と比べてどんだけ下がるかかな。何していいですか。やっぱツーリングはロードタイプですね。山猫ツーリングは何でもできる。画面のアスペクト比が少し縦長のような気がする。なんかですか。ああ、そのあたりはちゃんと理解できてないっぽいから私はずれてるかも。この辺には犬がいないようだな。犬が全然気配ないな。ああ、なんか風が後ろから吹いてるせいで無風になって。暑い。カメラでこっそり見せてるんです。カメラで、ああ、縦長ってことか。そう、横になると大変なことに。ピピ。片方の方がへこんでる。私は左側の方がなんかへこんでるようになってるんですよ。あ、そうそう、ゴプロ動画ちゃんと撮れてるような。どこだ猫。そう、あのあれはあの長距離走るための足ですよね。大岩炭鉱研究所。カメラはヘッドマウント。カメラはヘルメットマウントです。ヘルメットの額の上あたりで、その様子はまた吠えられた。あの落説明のリンク先に細かいあの機材の情報、あの写真とか載せてます。お会いした。Z さんと結構前から一緒に走ってますね。ん？あ、なんて。猫の家やりそうにないですけど。どこにこれ。ええ。痕跡すらないですね。こうやってなんか犬小屋みたいなのが途中に1個あったきりだとしたら。別に人間用の猫の家とは入ってなかったし。景色いいですね。ちょっと暑くなってきた。はあ、風がなんか今若干無、あの後ろから来てますかね。無風になってて。新しいマウンテンバイクですね。ああ、東か。うん、新しいマウンテンバイクです。やっぱロボさんはマウンテンバイクだな。マウンテンバイクをマンバと訳する人がいるが、あれはどうか
マンバ、私はマウンバって聞いたことある。マウンバ、配信環境、ありがとうございます。いや、ありがとう。なんかな、こういう場合って安定のラグありますね、かなり。マウンテンバイク、街乗りもやっぱマウンテンバイクはいろいろ楽ですよ。漫画うんちく、どれ新車の相性何するかな。マウンテンバイク系で私の好きな小動物って何かあったっけ。これは剣道じゃないかな。ていうかこれはロマンチック街道です。咀嚼、ですね、私外観的に左の方のところがペコッとへこんでるんですよ。そろそろもう来てると思う。なんか一応建物っぽいのが見えてきた、民家っぽいのが。なぜかロマンチック。そう、日本ロマンチック街道。新車の名前はスライムスレイヤー。スライムスレイヤー。明日乗りラスカイラインとどっちが大変。左の方に乗りクラの方が大変だと思います、明日のルート。草津スタートのルートで考えると、結構差は。私は乗りクラも2日かけて登ってますからね。途中であのベースキャンプで一泊して、縦長。どれかが猫の家。自転車だから車道を走る。イエス、自転車は車道を走る。といっても 100% それが徹底できないのは難しいところ。ノリクラ対抗ありますね。群馬に信号結構あるな。少なくとも3つ以上は見てきてると思う。この状態なら歩道を走るべきではないかな。この状態、いやー、車も少ないからどちらでも行けると思いますよ。看板。乗り倉の途中に止まるとこあるんだ。どれだ看板。どれ見えない。あったフラワーガーデンって書いてあるな。歩道の話もそこまでだ。歩道の話も原理主義の人とそうじゃない人との間でも差がありますからね。歩道原理主義も行き着きだとは思う。違う、歩道、車道原理主義か。はい、歩道に。そうそう、なんかもともと何のためだったかっていうのを忘れて、それ自体に執着し始めるとまたずれてくることがございますよね。はい、Z さんの逃げが決まったぞ。随分前行きましたね。なんかダッシュしましたね、今 Z さんが。ダッシュというか、乗り倉は 2700m の先にあれ確認してくれてるんですか。で、石川ピザの看板見えてきた、私にも。置いてかれて悔しくないの。悔しくないの。私ぐらいその精神的にできてきてると、それで悔しいなんてのはかけらも思わないですね、ちっとも。上か。うわ。見えないんですけど、上。レストランは土日のみ。戻って2倍の距離走ります。ここだ、ここだ。ほら、菜の花1101001000100万。菜の花100万本大きく出たな。本当に100万本か。で、上が見えません。どこに建物が。でもさっきから1キロ以上来てると思うけどな。もちろん数えてるでしょ。野鳥の会みたいな人たちが一斉に。これむちゃくちゃきついですよ、ここ。ピザ、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 ピザ。ピザ。数えてみますか。我慢できなくなったんですね。わら。一人になりたかったんだよ、きっと。菜の花見ながら猫もふもふしてピザパクパク。真っ赤ピザ。でまだ電波あるのか、すごいな。10% くらいありそう。10はありそうですね。くらいにランクインしました。一番かけたぐいギアにしたら登れるんだね。マウンテンバイクやっぱギア比はだいぶ楽だな、こりゃ。これでもまだ余ってる。残り3分くらいです。向こうマウンテンバイクのギア開く。猫娘はよ。あのクロスバイクも相当クロスじゃなくて、なんて言うんでしょうか、低いのあったんですけどね。まあでもあれですよね、
ギア比多分1対1ぐらいも、うん、1ちょっと割るぐらいでした。ピザ食べる前に左クルー上がりは強い満点です。なるほど。ブレーキはどんな感じ？ブレーキまだそんなに、さ、急坂下るときは楽でした、やっぱり。猫の家、猫屋。店名わかんないんですよ。うん、富士の花。冬は雪道ですよね。どっちだ？来た。どこだ、店。あれ？いや、ちょっと待った。ちょっと待った、ちょっと待った。ちょっと待てよ。建物見えないですね。嘘。見えない。夜中しか営業してません。あと8キロ。諦めんな。かなりの坂。俺にもマウンテン。軽い気持ちで回ってきたら。遠い。笑。より表示が怪しい。見えねえ。笑。行くしかねえ。お茶飲んできます。墓場じゃないの。お店は山頂にある。あの墓場かな。笑。今やカリスマサイクリストですね。カリスマですか。餌はよ。これじゃなかった。自動車用の看板ですか。これは酔い道草。あの山の向こうだ。Z さんが偵察。あと 1.5 キロから遠いですね。遠いですね。ああ。確かに道があと倍くらいある。GPS 地図には。国土地理院地図には。騙された。どっかで犬が吠えてる。騙されましたね。なんだ坂こんな坂なんだれー電波塔ロボさん次枠頼んだ次了解じゃあ上着いてからしますかね次枠取るのは着いたら枠取ります。何十分後になるか分からないですが多分5分10分で着くでしょう。上着いてから取ります。あと枠はお疲れ様です。油田おつでした。お疲れ様です。本当につくんだろうか。つく過程を見たい。寄り道50分。まあそれもありますけどもうこのまま最後まで走らせてください。おつ坂道次は水腐ってるつかないかも。草津はでも呉坂峠の登りほどじゃないはず。どこだ。どこだよねこの家。第9くらいに狙い登ってきたな。もう50メートルくらい来たかな標高差。すごい角度だ。暑いな。家があるように見えないです。配信が終了しました。この先もうちょっとぐねぐねっていったところで道終わってるからそこまでの間にあるはず。でここまで来たからには何かしらのことをしていかないと元が取れない。ん？なんか声が聞こえた。声か鳴き声か。犬だ。ちょっと下から聞こえるな。上にもいる。え？どこ？これ私が原因じゃないよな。いくらなんでも多分24時間吠えてるんだと思う。え、ここ？ここじゃないか。あそこにあるから本当だ。あとペット上来たら猫なんかいねえよみたいな
ちょっとなんかどうでしょうっぽい感じで。これ猫に踊らされただけ。あと、あの犬はなんで鳴いてるんですかね。私じゃないですよね、この距離でこの死人されてない。すごいね、アニマルキラーっていうのタイガーアニマルキラー。ああそうか、あと鹿とかですかね。あ、はいはい、この辺りだと、この辺りってもうどこでも鹿だらけか今、うん、でなんかこうしてどこ別の犬も吠えてる向こうの方で。やっぱりこれはあのどんなとこだっていうのを発見するところからですかね、枠は。さっき枠切れたんですよ。植えついたらあの枠取りますって言っといたんですけど。ねえ、いや、ないかもしれない。いや、登ったのこれ100メートルぐらい登ってないか。100はないぐらいじゃないですか、でも50ぐらい来たんじゃないですか。ネタだな、これも。まあ、今日は余裕あるんで、みたいなのも含めて。うん。そうですね、あの余裕たっぷり取っていただいているのでルート的にてか、あの最初の予定からもまた短くしてもらいましたよね。峠が入ったことで中之条スタートにして、もともと渋川でしたっけ、でしたよね。途中国道通ってじゃなくて県道でしたっけ、脇の道の。ほとんど国道で枠が取れたよ。おー、つながる。あと店の人失礼のコメントが聞こえないように少し下げとくか。